リシゲル政策においては、新朝統治下及び日本統治下の台湾において行われた先住継承民族に対する対応策の歴史について説明する。漢族系の移民による開拓が山岳部を中心とする辺境の地に及ぶに伴い、先住民族の生活圏を狭め、彼らの伝統的な生活様式を壊していった。 行政当局はこれらへの対応策を策定せざるを得なくなり、いわゆるリシュゲル政策の必要に迫られた。開拓者たちは先住継承民族に対して主肉、布、ガラス玉等を与えいぶしながら開拓をした。時には集団を組んで暴力的に侵入したので民主ゲル紛争を呼び起こした。新国による併合直後は平地に住む 熟版への前進的な同化政策が主であった。1715年には帰属したシゲル社は53社に及んだ。しかし平地から離れた僻地に住む西番に対しては同化政策は容易ではなかった。漢民族が産地に入り込むことによって先住民族と衝突を起こすことを防ぐために漢民族と先住民族との間に境界石を建て、 両者の相互審判を禁止しようとしたが、効果は薄かった。討伐隊1894年の日清戦争の結果1895年下関条約の締結を経て台湾は日本に新朝より割上されたが、台湾に居住していた住民は台湾民主国を樹立して頑強にこれに抵抗した。明治国家にしてみれば予想外に激烈であったため、 初代台湾総督、河山助則から第四代の小玉玄太郎までの期間は、台湾北部と西部を中心とする漢民族が居住する平地の軍事的制圧と治安維持に専念せざるを得なかった。漢民族が集中する平地で支配領域を拡大するための戦闘行為を続ける。一方で、先住民族を敵に回す具を避けたのである。そもそも産地先住民族は、 オランダ人支配、停止政権、深刻統治の各時代を通じて復従したことはなく、支配権力も徹底的に鎮圧してまで復従させることはなかった。この点で、平地先住民族が支配権力による強議が進んでおり、異民族との交流や通婚を通じて、官民族化が進んでいたのとは対照的である。三地先住民族には、 支配権力の交代も関係なく、ましては復従などは無縁の存在であった。そして新たな支配者に対しては、自らの生活空間を侵犯するものとして、反感を強めていた。総督府は、平地の、抗日ゲリラを鎮圧すると、台湾総督府は、先住民族の住む、山岳部への浸透を図るため、万地に住む、万人に対する政策、すなわち、利、 シゲル政策を模索することになる。新領土としての台湾の経営確率を急ぎたい。小玉は、野生近獣に、生死、万人は、誘導などの簡慢な手段でなく、勢い絶滅させるという政策を構想した。しかし、総督不参事官、持ち六三郎は、万地は、利源の方向であることに着目し、万人に対しての研究と、万地の状況を致出した後、 威嚇して後部する方針を採用するように提案した。第五大総督の佐久間沙畑は、母知事のこの提案を踏襲した。1909年に、五可燃利茂計画としても、可燃にわたる北茂の討伐を開始した。佐久間の討伐は、以下の手順で行われた。艦長の命令に対する絶対遵守と、愛優戦と呼ばれる防御ラインの家の、 侵入禁止などを内容とする基準勧告を出す。基準勧告に従わない場合には、愛優船で使用や銃の流入を防ぎながら、愛優船を徐々に前進させる。これにより、先住民族を標高3000メートル級の鉱山が連なる台湾中央山系に追い上げ、追い詰め、がしか降伏かの卓一を迫る。愛優船を前進させた後は、再び三例を開いて、 道路を設け、要所には家宝を配置した法類を構築した。先住民族がそれに講しきれず基準すると、抵抗手段だった銃器が押収された。銃器を押収した地域からは、軍隊が撤収し、基準条件を維持させる作業が、警察に課された。警察は、バンチ道路とか、警察道路と呼ぶ道路を開き、その道路沿いに、警察管理駐在所、警戒所、文献所を、 次々設置した。境界線に設けられた公益所先住民族より銃器を取り上げた後に警察官が管轄することになったバンチはもともと小農の原料の確保のために総督腐食産部が管轄していた。八百九十九年に小農船売製を開始し、製納事業を台湾経営の主要財源に充てるべくバンチを国有化もしている。しかし、 バンチへ入っていくには、シゲル街と呼ばれた抵抗に遭うため、リシゲル警察と呼ばれる独自の警察にバンチの管轄が移行した。総督府中央には、刑務局里、シゲル家に観察、整備、受賛、教育、衛生、公益、バンチ開発の6つの係が置かれた。地方には、刑務局から直接指示を受けていた、州庁リシゲル家やリシゲル係が置かれ、 終始一貫して、バン地行政のすべてを一元的に管轄した。バン地は、行政的にも、平地と切り離され、普通の行政法令が行われない、万人居住の地とされ、特有の法令しかも主として、特有の警察法令が行われているだけの、特別行政区となったのである。そもそも、平地においても、台湾警察は、人刑罰令罰金及び、 下元継承分令、犯罪即決令などの本国に見られないような過酷な弾圧法規を有していた。番地では平地の弾圧法すらも敷かれていないほどり、シゲル警察に大きな権限が与えられていた。リ・シュゲル警察は全ての行政を兼ねた。個々の警察官は学校の教師にもなり、病院の医者にもなり、受産機関の技師にもなり、公益書の取引担当者にもなった。 リ・シュゲル警察は、先住民族の良くも悪くも、生殺予奪の権利を握っていたのである。1930年から8年に及ぶ、バンチ開発調査が行われ、現地警察官の立ち会いのもとに、シュゲル社単位で、水田用あるいは、旗作地用の敵地を選定し、先住民族の安定した生活に必要な面積を、一人、 あたり2.883平方メートル、総面積にして243,665平方メートルと査定した。総督府は先に、先住民族の占有する番地の総面積を44.5万平方メートルと算定していたので、差し引き20万平方メートルを収奪できると見込んだことになる。先住民族は、先祖伝来の土地から駆逐され、総督府があらかじめ、 平地へ用意していた保留地へ集団移住させられた。当初は移住先の保留地が肥沃であり、集団移住も順調に進んだ。しかし、台湾西部では、肥沃地は瞬く間に減少し、1934年には平地以外にも保留地を求めざるを得ないと認めざるを得なかった。さらには、先に移住がされていた土地に後から追加して移住させる。 割り込み移住も行われた。リシュゲル警察は先住民族の警察予奪を握っており、そのような中、リシュゲル事業の先進地域とみなされていた武者で、最大にして最後の先住民族放棄である武者事件が1930年10月27日に発生した。この放棄は日本の警察と軍によって鎮圧されたが、これに大きな衝撃を受けた総督府は、 リシュゲル政策そのものの抜本的な見直しを迫られた。新たに台湾総督に就任した大田正宏は着任した軍事の中で武者事件の前後策を政治課題とすることを表明した。大田のもとでリシュゲル体制の再建を図った新刑務局長井上やリシュゲル課長石川貞都氏は同事件の原因を特定しようとした。井上は同事件の原因を 警察官が往々にして、欺瞞等をもって万人に臨むことや、換気上を許すべからざる非があったと示唆した。リ・シュゲル警察官の質や勤務条件に、リ・シゲルの根本問題を見て取ったのである。1931年12月28日に、リ・シュゲル政策大綱を制定し、リ・シュゲル警察官のザウの命とさせた。同大綱第一綱には、リ・シュゲルは万人を強化し、 その生活の安定を図り、一主導人の聖徳によく接しむることをもって、目的とするとある。この時、一主導人の対象が、万人では、具合が悪いので、先住民族の故障を、平地に住む、熟版は、平補足に、山地に住む、成版は、高砂五族へと、それぞれ改めた。すなわち、利、茂漁をして、先住民族の征服ではなく、 一主導人という巧媒な事業として消化させ、警察官に高媒な転職意識を植え付けるとともに、先住民族への増悪軽視の対象としないことを意識させることにより、無者事件のような不祥事の再発を防ごうとしたのである。厳重な警戒体制のもとでの公民化政策こそが、無者事件後のリシゲル政策となった。日本人警察官の中には、先住民族の生活改善、 孤児の自立支援、女性の地位向上などの社会制度改革に真剣に取り組んだ者もいた。日本国旗を振る台湾原住民備中戦争の開始と、これに伴い武漢総特性が復活する。それとともに本格的な公民化運動が推進される。1937年4月から台湾人の母語の使用が制限され、新聞の漢文欄も廃止され、 伝統的宗教行事も禁止された。さらに、日本語の使用強制、アマテラス大臣の奉仕や日本式生命への改正命運動が終戦直前まで強行された。そして1941年12月の太平洋戦争の勃発後、先住民族の青年たちは南方作戦へ動員された。陸海軍から教室を命ぜられた。 総督府が軍港法任務の労務者、産地専用員として7回ほど高砂五義勇隊を編成して先住民族を南方戦線に送った。その高砂五義勇隊を指揮したのはリシュゲル警察官であった。シュゲル社における警察支配の構造がそのまま戦場に移動していったのである。また先住民族統治技術のマニュアルとしてのリシュゲル大綱は 文化の低い南方原住民指導の一大指針、すなわち、無二の指導者心得ちを足りうるものとして、南方の少数民族に対しても用いられようとした。ありがとうございます。